全身の筋肉を柔らかくしていきたいと思います。皆さんこんにちは、安藤エイナです。今日は全身脂肪燃焼ストレッチということで、全身の筋肉を柔らかくしていきたいと思います。後半では発汗作用のあるバスソルトなどを入れて、お風呂でできるおすすめの時短頭皮ケアアイテムなどもご紹介するので、ぜひ最後まで私のお風呂美容もチェックしてください。指先肩に置いて、肘同士を寄せ合いながら大きく回していきます。肩甲骨をしっかりと動かしていきましょう。反対側も肩甲骨周りをストレッチすることで血行が良くなります。代謝を上げて痩せ体質を手に入れましょう。呼吸も忘れずに、足裏同士を合わせて合席のポーズです。両膝を上下にパタパタと動かしていきます。足や骨盤周りの血行を良くし、冷え改善、むくみ予防にも効果的。動きを止めて吐きながら上体を前に倒します。横から見たらこんな感じ。頭頂とお尻で引っ張り合うようなイメージ。片方の膝を伸ばして、体を真横に倒して体側をストレッチしていきます。上げてる手の指先で、つく方はつま先をタッチ。この動きを繰り返していきます。体側に加えて、伸ばしてる足の太もも裏やふくらはぎの周りも同時にほぐします。ハンドをつけて行わないで、反対も行います。ウエストや脇腹の贅肉も取るようなイメージで行います。背中が丸まらないように、胸の真ん中は正面を見ます。引き締まったウエスト、腰痛予防にも効果的。吸って吐いて、前の膝を伸ばし、後ろのかかとを床に近づけます。前のももの裏側を伸ばして、後ろ足のふくらはぎをストレッチしていきましょう。前の足のつま先はなるべく天井に向けて、前の曲げてる足の膝はなるべく90度になるようにお尻をほぐしていきます。両手をついて、余裕があれば肘をついていきましょう。お尻の左側、筋肉を伸ばしながらしっかりキープ。吐いて伸ばしていきます。前の膝を伸ばして、後ろ足のかかとはなるべく床に近づける。足のむくみを解消したり、下半身の引き締め効果が期待できるストレッチです。さあ、じんわりと汗も出てきました。前の膝はなるべく90度です。長時間のデスクワークや運動不足でいると、お尻が凝り固まりやすくなります。
放っておくとヒップの形が崩れやすくなるし、腰痛の原因にも。少しずつ曲げている足側に体重をかけていきましょう。さあ、最後のストレッチです。片方の膝を曲げてお尻の横、これは前ももを伸ばしています。きつい方は両肘をついて少し上体を起こしましょう。これは私がどんなに疲れていても毎晩行うストレッチです。反対側も。注意したいのが腰が反らないようにすること。深い呼吸を繰り返し全身で力を抜きます。辛い方は両肘をついて。私もそうなんですけど、太ももの前側はとにかく張りやすく硬くなりやすい。ストレッチではもも裏ばかり意識しがちなので、このストレッチも忘れないで。これからこの入浴剤を入れてさらに発汗していきたいと思います。今のストレッチ5分なのに結構じわーって汗が出てます。みんな毎日湯船に入ってますか？私は毎日真夏でもちゃんと湯船に入ります。やっぱり入浴する効果って血流が改善されたりとか、あとはね、新陳代謝がアップしたりとかするから、忙しい方も多いと思うんだけれども、お風呂をね毎日使った方がいいよ。特にね、夕方足がむくむ人とか冷え性の方は絶対毎日湯船に入るべきです。30分が経過で、めっちゃ汗が出てきたよ。熱いってところでね、洗っていくんだけど、いただいたものですっごくね、おすすめのシャンプーがあるから今日はみんなにご紹介したいと思います。じゃん、こちらです。こちらスカルプディボーテの薬用スカルプシャンプーとトリートメントのボリュームタイプです。運動後ってやっぱり頭皮もすごくね汗かくし、毛穴の詰まりをしっかり落として保湿することがシャンプーってすごく大事なの。しかも私自身、こういう季節の変わり目とか、これから来る乾燥の季節とかって、もうちょっとね、頭皮が痒くなりがち。私自身はまだ30代だけど、これからの髪の毛のためにしっかりと土台となるこの頭皮をねケアしていきたいっていうふうに思ってるし、5年先10年もっとその先までも、自分の体型も張りやコシのあるね綺麗な髪の毛もしっかり維持したいなっていうふうに思ってます。なので今からしっかり頭皮ケアをしていきたいと思います。ちなみにシャンプーがこんな感じ。すごいね、心地いいローズの香り。トリートメントは直接この頭皮に揉み込むようにつけるとめちゃくちゃ気持ちいいし、髪だけじゃなくて頭皮を保湿することが大切なんだって。っていうかさ、トリートメントを直接頭皮につけられるってすごくない？じゃあ洗っていきます。じゃあこれから乾かしていきます。なんかね、普段のシャンプーよりもすごく泡立ちが良くて、何よりこの洗った後のスッキリ感があるんだよね。どう？なんかさ、根元からしっかりとこう立ち上がってきて、ふんわりしててボリューム感も出た感じがしない？やっぱり私が一番いいなって思ったのが、プラスアルファのケアじゃなくて誰でも毎日のシャンプートリートメントで
お家で簡単に時短ケアができるところかな。サラになったところで今日の動画はここまでです。いつもありがとうございます。バイバーイ。